一斉ので、バンバンザイ、ギシです。ミユです。はい、ということで、はい、お二方、はい、もう死ぬほどね、まあ恋愛してきて、うん、死ぬほどクゾーに引っかかって、そしてまた強くなって、うん、そしてまたクゾーに引っかかって、そしてまた強くなってっていうね、恋愛を繰り返してきた、ほんとゴミ人間の二人だと思うんですけど。確かに、褒めてんの。逆に。ゴミのような恋愛をしてきた二人なんだと思うんですけど、はい、ちなみになんか今までで、うわ、こいつクズやなーって思ったエピソードとかってありますか？一人だけ。おー。それ以外は本当にいい人。それは何でした？ことを物として見てた人ねわ、ね、かりました。はい、二人もね、はい、唯一知ってますね。その人ヤバい、ヤバ男でした。そして私もヤバ女になりました。いや、あなたもその時ヤバ女でしたからね。そういうこと言えないです。いや、でもさ、ヤバ男と付き合ってる時ってさ、だいたいさ、もう自分もヤバ女になってない。だからもうその洗脳されちゃってんじゃない。もうなんかそのところに、それぐらい。そいつクゾーナさんはクゾーナさんいや、クズじゃないんだよ。いや、お前クズだって認めてくれ。男にばっかクズクズ言って、そういう女がいっちゃクズなの。クズなんかな。クズのあれは、だから紐とか浮気するとかそういうのじゃないの。ありますよ、いろいろ。クズすぎたよね、いろいろ。あれはクズすぎたね。だって、あの家で留守番しとくだけでiTunes カード2万円分買ってきて全然買ってない。え、買ってないの。え、マジでクズだ。こっちは仕事で、ね、向こうは休みで、ね、家にいるから、ちゃんと家で待ってるからiTunes カード持ってきてね。あ、もうそれがもう毎日。めっちゃおもろいな。めっちゃクズ。まあというのでね、もう2人でさえクズに引っかかったエピソードがあると。はい、ということはね、世の中の女性はもっとクズな男に引っかかってるんじゃないかと思うんですよ。はいはいはい。ということでですね、今回は女子に聞いた男のクズすぎるエピソードを募集してみた。イエーイ。いるんちゃう。成人式も終わったし。そうだよ、やばいそうだよ。じゃあ俺の周りにも、いや、お前クズやなって思う人いるし、その人も多分俺のことクズやなって思ってる人もいるだろうし、いろんなクズ男がね、本当蔓延してますよ、今日本に。自分のクズエピソードないの？これは本当クズだったわみたいな。ないな。なんでよ。でもさ、クズでしょ。クズばっか言うけどさ、女もクズな人多いよ。いや、多い。てかさ、よくさ、X、うん、でさ、なんか男のなんちゃらとかをさ、悪く言ってるさ、うん、なんか自称なんか整形美容赤みたいなあるじゃん。なんか顔を映さないで、うん、あの港区系の服だけ映してこうやって自撮りしてる系のトップガのやつ、うんうん、ああいうやつらが一番クズだから。もう本当に。まあ確かに、うん、女の子のことを物として見てる人に対して、その人も男のことを物として見てるから、うんうん、あなたもいい男性に出会えないよって僕は思うんですね、うん、だからもう今回もうクゾなエピソードをちゃんと喋って、みんなで対策して、うん、ちゃんと男性を敬って、女性も敬って、うん、いい恋愛関係を築きましょうっていう企画でございます。とてもいい企画じゃないですか、はい、素晴らしいですよ、この企画。素晴らしいです。はい、ちなみに発売中です。バンバンザイのバンド、お願いします。よし、外していい？ダメ。あ、はい、これ、はい、別れてからその相手の悪口を言う。あ、でもこれ男女問わずじゃない？みんな言うよね、うん、だって悪口なかったらさ、別れなくてよくないと思っちゃうの、うん、だからその他の人に言う必要はないよねってことでしょ、うん、これ女性の方が多そうだけどな、うん、女の方が言う。男より多分女の方が言うと思う、ね、男の方が一生あのいい思い出を浸ってる人多くない？あー、確かに、うん、男はなんだかんだ後悔しがち。そう、うん、本当にそれはそうだと思う。RG さん呼ぶ？あるある。クズあるある、早く言いたいし。これされたことはある人いないと思うけど、うん、DV ある心当たり？あの、聞いたことあるわ、うん、結局言葉で解決できないから、肉体が強い男がってことだもんね、うん、でもさ、DV も浮気もさ、もう悪いものって分かってんじゃん、うん、でもそれを今されてる人が、うん、本当に付き合ってていいのかなと思ってる時点でそれは依存だからね。まあそうね、うん、ちなみに俺の友達は男友達なんだけど DV されてました。女に？うん、あ、その友達はあの鍵をずっとグリグリ腕とかに押し付けられて、気づいたら鍵の跡だらけなんだよね、はい、一時期その人のことドアって呼んでた。まあそうやっていじってくれる友達もね、うん、必要っちゃ必要。だから男友達は、だからなんかそれで済むのもおかしいよね、うん、男は、うん、男だから仕方ないよねっていうので、うん、まあこれちょっとかわいそう。毎日キャバクラに行く。クリスマスも年越しも飲みに行って過ごせなかった。その間彼氏の家で私は待っていた。いや、まだそん
められてんだと思うよ。あ、わかる。めちゃくちゃ全然別れていい人だと思うけどね、その人が。そういう場合ってさ、こっちを責めてもいいの？俺はちゃんと言っちゃうんだよね。あなたも悪いんじゃないって。あー、いや、あのさ、思った。この時は確かに彼氏の家で待ってたけど、飲みに行くことあるのかなと思った。あー、確かに。この女の子も。たださ、浮気する側も原因があればさ、もちろんされる側も原因があると思うよ。で、する側が一方的にする場合はあれかもしれないけど、される側も原因は何か知りたいよね、とりあえず。そういう彼氏かもしれないから。え、はいはい、あったら。めっちゃ真面目にしたのに浮気された時めっちゃあった。それ言うとすんじゃん、浮気してるじゃんみたいな、なんて言われるの？いや、ごめんみたいな。あ、でもその謝ってはくれる。ごめんって。許すの？許したよ、許すし、直すって言ったけど、全然普通に違うから。学ばないよね。え、そう、普通に来ちゃったことにするし。この人も自立した方がいいよね、ちゃんと自分の気持ちを言って、大人にならないといけないと思う。娘が舐められてる感じがね。あー、でもこれあるあるかな。生活費が足りないっていうからお金渡したのに、そのお金でパチンコ屋に行ってた人。そういう人はでも結構いるイメージない？でドラマとかでもあるもんね。今月やばいんだよつってお金もらってパチンコ行く人。ギャンブルはほどほどにだよ。でもなんかそれの TikTok でさ、パチンコめっちゃギャンブル行く人だったんだけど、1億円当たって帰ってくるっていういるのかなと思った。パチンコでめっちゃ大儲けしてくる人。自分のお金じゃないのが嫌だな。お金渡したことある？てか俺お金貸したってこの動画で言ったじゃん、結構前に。ああ。で1ヶ月で返しますって言われたんだけど、結果1年経ちました。え、連絡は？連絡も全然返ってない。で結局1年後に分割で返ってきた。でも一気にお金貸さん方がいい、マジで。思ってないですよ、お金も貸し借りはバイト先の先輩で好きって言われて付き合ったけど、デートは全部ホテルでやりちんだったえ、なんかさ、わかんないけどさ、好きとか言いながらさ、家で会ってくれない人ってそれはもうさ、違うよね。なんか自分家に来るのはいいけどさ、相手の家に入れてくれないのってさ、ちょっと怖くない？俺の地元の友達は久々会ったらマックス6股してた。え？すごくない？どうやって？自然でつけてんの？うん、だからお金担当本命とかいいんじゃない？怖い。そいつってどういう神経で6股してるの？例えばだけど、バイトで付き合います、うん、他なんかキャバ嬢とかと付き合います、うん、でまあそいつも口うまくはなかったけど、まあモテてはいたの。へぇー、最高な股？俺、うん、で俺ね、それが股はないんだよ。浮気はそう、たまにあったけど、股はない。二股もしたことない。あ、そう。でもさ、お互い付き合うけどさ、不倫報道とか出る人ってさ、何股しましたとか言うけどさ、それは関係持っただけでも何股ってない？向こうが付き合ってるって認識してたらでしょ、うん、え、何股したことある？いや、何股もないけど。いや、怪しい感じだね怪しい感じ。めっちゃ無理やん。なんかね、浮気みたいなことはやっぱしたことはある。まあそうだよね、うん、過去に。ルナ何股？妻か。しまったねえ、別にあの最近やばいんだってコメント欄。マジで下ネタ多すぎてめちゃくちゃ言われてるの。そうなの？ありえないぐらい言われてる。バンバンザイ？うん、いやいや、お前のせいだな、ほとんど。お前が原因でな。いや、ほんとにやめた方がいい、一回。今だってさ、クズエピソードっていうのでさ、動画撮ってるわけじゃん。だからみんなクズエピソードを見に来てんじゃん。それ急にまた、下ネタやってみ。でもね、クズエピソードには性を絶対ついてるから。書こう？冒頭に書こう？性つきますって。ポン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 でもう米印エッチしてますみたいな、そんくらいつけないともう油断大敵だわ。わかるやん、もっとわかりやすい表現あるじゃん本当にそういうことがダメなんだよ、こういうセリフが。あと笑っちゃうのもダメ。いや本当に本当に。いやだっておもろいし、ね、そう、一番嫌いだった女が。うちらはさ、今から性の話題来るなってわかるけどさ、みんなはさ、今みたいになっちゃうやん、はい、一回気をつけよう。確かにマジ気をつける、うん、一回気をつけます。このヘアバンドつけたらエロくなれるな。ないでしょ、小学生。だから外しましたみたいな、もうやめますみたいな。赤ちゃんがつけるかもしれないよ。使いつけれねえよ。赤ちゃんの。俺のちっちゃい頃だったらつけれるわ、3500g。無理や。どうこれ。車の窓からだし巻き卵ポイ捨て。え、ちょっと待って、それは嫌だ。嫌だけど、捨てるとこがなかったんやろ。いい年して車の窓からだし巻き卵捨てんのダメでしょ。ダメだよ。ゆで卵とかだったらさ、まださ。ゆで卵もダメ。ダメか。ダメだよ。だし巻きはダメです、特に。いや、これはクズなの？例
例えば、ここルナはギス君好きです、ギス君ルナも好き、付き合う寸前まで行ってたけど、なんか違うなってなって、いきなりポツンとごめん連絡やっぱ寝るわって言って、いなくなるのこっちは。断り方によんじゃん、断り方、距離の開け方によんない、やっぱ連絡やめくわ、バイバイって言って、わざわざ言う、うん、ごめん無理だ、俺言わないな、言わない、あ、巡り合わせ悪かったんだなぐらいになるのに、わざわざ言われることによってなんか謎に告ってないのに振られた感じが、あの時はごめん、最近あるわ俺それ、本当に付き合う寸前まで行ってなんか違うなって思って、うん、関係切ったんだけど、ちょっと本当ひどかったなって今思って、それやった、やったやった、なら。なんかすごいな、ならダメだわな、うん、いやマジでごめん、ほんとあの時人ほど傷つく世界だよね、うん、いやなのかもしんない、だって俺心当たりあるクズなことしたなって思う人が今まであった中で多分一番いい人だった、性格も何も、でもそういう人は結局もっといい人と巡り合わせられるんだよ、いやよかったよ、下手じゃなくて、ほんとにそれはもう、うん、あ、これどうですか、クズに限って些細なことを覚えておいてくれる、そんなことない、え、クズほどなんかいろんな女とさ予定立てすぎてさ何が何かごっつしてそうなイメージ、うん、わかる、なんかクズって終わったらタバコ吸ってるイメージだよね、わかるわ、うんうん、わかる、窓際でね、そう、うん、あと黒髪パーマ、黒髪パーマカメラの後ろにえ、マジでもパーマのイメージない、ちょっと、うん、わかる、パーマの人ってなんか偏見だけど終わった後なんか知ってる自分かっこいいみたいなわかんないよ、見てみたいやだ、確かにな、具合悪くて保健室で寝てる時に押した押してやろうとするやつ、これ初手魔法のアイランド見てるもん魔法のアイランドにもこういうシチュエーションあったもん、あ、そうなんだ、うん、保健室ではね、うん、え、どっちかどっちどっち、保健室ではダメでしょ、ダメだよね、ダメだと思う、これは女の子が生理で、生理の時でもあの欲が耐えれなくてしたいって言ってくる人めっちゃ嫌だし、結構さ、いるくない、なんかいないと思ったの、うん、でもさ、周りの人とかも聞くけど普通に生理の時も誘ってくる、誘ったことある、いや、わかんない、教えなーいなんでなんでそんな秘密主義になったの、それはさ、だってさ、生理はさ、しんどいって分かってんじゃん、え、そのしんどい時行かないよ、うわ、わかりたい、あるやん、違う、そんな、うわ、わかりしそうって時に、うん、こう、そなんか行かないよ、別に、うん、でも逆もない、なんか女の人がもうよく耐えられなくてみたいな、それは嬉しくない、だから俺はもうその気にさせようって頑張ってる、女の子の日だけど大丈夫って言わせたらもう正直勝ちやん、自分からさ女の子の日でも別に構わないよって言ったらクズかもしれないけどさ、向こうから女の子の日だけど大丈夫って言われたら、うん、大丈夫だよってそういうの大好きだって待ってばハンスハンスみたいになるそういうの大好きでも生理の時性欲高まるけどね、高まるから、うん、女がいいって言ったならいいんじゃないか、だから押した押してっていうのがダメだよね、具合悪いんだから、そう、こっちは具合悪い、こっち具合悪くないから、うん、フェアじゃない、それはエッチしてる最中にスマホ見てるクズ男にハロウィン持ち帰られた、え、不良心その男、だからもうこういうことでしょ、あーそう、いい、最高みたいな、ね、気持ち悪い、でもさ、この人もハロウィンにお持ち帰りされてるからさそういうリスクはあるわけじゃん、いや、こんなん初めてだろ、でもでもなんか経験あったよ、マジでゲームだった、経験あったの、 AV 動画見られた、本当に嫌、マジ、そう、興奮するそれ、逆に、ね、え、ルナマジで引っかかってんね、クズ男作ってんじゃない、いや、何、ルナにさ、絶対やめとけよって言った男がいた、でも、いい感じになった経験があったから、いや、こいつ悪くね、私は新品がいいですって言って、そういう新品いっぱいこうやって工場から来るとするやん、そしたら、あ、これがいいかも、でも新品やない、不良品やけどこっちの方が味があるしって言ってヴィンテージも、あれ、やっちゃうんだよ、不良品をこうやって触っちゃうんじゃない、深みを感じてもらって、だからお前古着好き、古着大嫌い、なんでそれどういう意味、結果お前デニムです、あ、自分の都合のいいようにエピソードを書いてた、俺これ本当にムカつくんだよね、私もこれ嫌い、マジでめっちゃ嫌い、これ
もう本当にさ人生で嫌いなやつがいるんだけどさ、そいつに都合よくさエピソード変えられてたね周りに、うん、ひどい人間っていうのは100歩譲っていいんだけどさ、そこまでひどい人間じゃないのにっていうぐらい俺書き換えられてたのエピソード、うんうん、周りに。それがしんどすぎて、それが一番クズだと思う。自分の悪いところはうまく隠して相手の悪いところを持ってめっちゃ話す。恋愛の話って基本両方の意見聞かないと分かんないと思う、ね、なのにその結局ここで仲間になってあいつはひどいやつってなるじゃん。それってこっちもおかしいしこっちもおかしいわけよ。いやマジで俺これだけは本当に許せないね。クソなこれ、カツくわマジで。思い出した、1年片思いしてやっと付き合ってた彼氏が次の日妹とやってるところを目撃してしまった。ありえない。ルナ家族だけはそれ一番嫌や。本当にありえない。ルナ自分の彼氏がもしめっちゃロリコンだとします、はい、手出した瞬間普通に犯罪でもチンチン切るね。本当に犯罪になってもいいから切る。家族に手出すの一番嫌じゃない。でもさそれはさリナもリナだしラナもラナじゃん。だからもう俺がこの立場としたら、いやリナも悪いのにラナも悪いのになんで俺だけチンチン切られるのってなるわ。いやでもそしたら向こうも生やしてよ。なるわ。逆にね、逆にね。そう、家に彼氏が泊まりに来てました。うーん、で自分が風呂入ってる間とかにお姉ちゃんとしてましたとかだったら、もうどっちとも縁切るけど。でその喧嘩中に俺お母さんに切ってたの。あ、そしたらこいつのお母さんも足とかで投げる。でも俺何も悪くない。悪いじゃん。お前がどこもいろんな兄弟に喧嘩していくからじゃあ、みゆが喧嘩してる時お姉ちゃんとそういう、うん、あれいざとかがあった時に俺が走って、うん、あのお母さんのところにもう全速力で向かっていったお前が悪い。俺の女の子の知り合いでお姉ちゃんの旦那さんにちょっと手出されたっていう人がいたんだけど、でもお姉ちゃんのためを思ったら言えないじゃん、その家庭を崩壊させるから。それって俺マジむずいなって思うんだよね。え、でもさそれをさ分かってさ、じゃあもしじゃあされました、いやでも多分どっちかは言えないと思うよ。逆の立場になったら僕だったら私も言えないと思う。言う？じゃあリナ結婚しました。え、絶対言うね。言うし本当に、え、なんならお父さんに一回相談する。いやもうそんな、お前もう地獄コース確定やん。お父さんに相談したら。だからもうそれぐらい落とし見る。だって 100% 絶対将来なんてさ良くないじゃん、ね、でもリナ今が一番幸せ。いやだったらリナにめっちゃいい男紹介しまくって話せる。リナかわいそう。かわいそうだけど後の方がかわいそうだよ。後々知った後の方が。今でもお母さん、人のお母さんが死に行ってたやつがリナに同情してるわ。お前が一番クズや。いやもう、マジで信用はちゃんとしましょう、信頼関係は。はい、ということでですね、はい、まあ、いくつかのクズ王エピソードを募集しました。まあ皆さんね、結構刺激的な人生を過ごしてらっしゃるようで。だってこれ本当にあったことだと思う。そう、怖くない？そう考えたらお化けよりも怖いんだけど。まあだけどなんでこのようなことが起きるかって、人間は刺激ない人生を求める割に刺激がなかったらなかったでつまんないと思っちゃう気もんなんですよ多分。それはね、だから男も女もどっちかそういうのを求めて、悪いことを求めてそういうことをしてしまうと思うんでね、皆さんは適度にストレスを解放しながらいい恋愛ライフを送ってください。はい、ということでこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバ イ。これみんなゲットしてみてね。タケノコの里の通りだ。ゲームの中でもうちらの勝ち、ブランドついた俺がパラ口、 ADs がどうちゃらマシやろうか、流行りに乗っかるとこが浅いな、流行り作り出すことにハマりな、気づけばトップ走るのやばいな、山あり谷あり大変